願いします。あれめちゃ混んでるよ。さっきよりジクラブ屋さんの面白さ、初めてオーバーじゃないスペックのフィッティングだなって正直自分では。私はプロモデルもちょっと意外と触れます。本当ですか？絶対無理だと思う。吉羽さんのドライバーを切ってみたいと思います。これが吉羽ルミちゃんのモデルですね。はい、トシャットは、はい、約 50g。 50g なんですか？総重量もそんなに重たくないですよね、うんうん、D3、 はい、バランサー D3 で260、はい、これ硬さなんで今使ってるものよりはまあちょっと硬くはなるんですけど、まあ素直なシャフトなんでちょっと 9.5 台ですか？そうっすね、はい絶対浮かない、絶対浮かない。そうもう重い、ここで重い。それもバランスまだちょっと合わせてあげれば触れます。またさっきの原理と同じなんで。あ、バットと一緒。そうなると軽いけどっていう話あ、これだったら触れそう。これだったら触れそう。いきます。あれ、まっすぐ意外と飛ぶ。まっすぐ飛びましたでもなんか今普通に振った、普通に振力まず、ポイント、ヘッドスピードはやっぱ落ちますね。ちょっとまああれなんですけど、何発か振ったら、意外と振れる。さすがに若干オーバースペックだけど、はい、数字ほどのもんじゃないでしょう、はい、もっと全然触れないと思ってました。ちょっと一回感覚を自分のに、はい、4ってなんだこれ、いいよ、ちょっとあれなんですけど、おヘッドスピードが上がってきましたこのビヨンビヨンブンブンなのすごいです。でも全然やっぱクニョクニョするのが見やすい。今これさっき言ってた、はい、あの先っぽに当たってる、当たってさっきの画像よりもより先っぽに当たってるってことはものすごいなるはずがそんなにならない。ああ本当だ、耐えてる、はい、さっきもっとグニャンってなってもっとバーって開くたじゃないですか、はい、やっぱこう戻るタイミングが良かったり、まあシャフトの精度だったりでこういう差は少し出てくる。だミスがミスにならないっていうのはこれ、まあ、すごく大きい。吹け、あれがすごいとか吹けたりとかってあるってことですか？両方ともじゃあドーンって潜ったりとか、ね、わーってなったりとか、うんうん、林に行くところがラフで止まるとか、OB 行くところが林で止まるとか、まあそんな飛ばないはずなのに距離の差がそこまでいないとかいう動きになってくる。そんなに動きって変わるのね。すごい。なんでシャフトで変わるところは結構そういうところが大きい。これでもちょっとやっぱ柔らかすぎますか？今使ってるものよりも約2フレックスぐらい柔らかいですね。すっごいよ、もっとぐにょぐにょに。ただ嫌ではない、重いの持つより全然いい。うん、もう大変分重あ、いっぱい飛んだ
やっぱぐにゃぐにゃ好きみたいですね。ぐにゃぐにゃが好き。右向けるもん、こうやって。でも硬いとこうだったら、ね、ちょっと短いやつ。はい、これでも私のクラブよりもちょっと短いんじゃないかな。ほぼ同じ。うん、いや自分のよりすごい暴れないかも。これだったら18号より良いです。いいんだけどな。ワンダーチーク。これでよくわかるんで。なんかこっちも、あ、なんかやっぱね、こっちの方がね、暴れてるのがね、わかる、うん、上の方で。なんか一体感は確かに白いの。でも、飛びますね。ただそれでいいと思います。これはちなみに、それヘッドがよその子なんで、うちのヘッドじゃないんで、ないんですけど。ただ一体感もあるけど、短くすると硬くなる、重たくなるんです。でも軽く感じる。あ、なんで軽くて柔らかいものを短くしても大丈夫なようになったのが今結構女子プロとかにも打ってもらってて、コメントがやっぱいいんですよ。まとめ、最軽量シャフト、名前あるんですか？はい、ダブルゼロ。ダブルゼロはすごい良かったです。なんか不思議な感覚ですけど、軽く感じない。なんか最軽量だからどうなんだろう。女子、いや本当に女の子らしいスイングの子しか無理なんじゃないみたいな風に思ってたんですけど、割と全然、むしろ超しっかり触れたので、なんですか、なんか暴れも感じないし、なんかフードクラブとヘッドの一体感もあったんで、軽いからって暴れるとか、そのしなりをうまく使え、しなりすぎてあっちこっちみたいなのがないなって思ったので、ちょっとこれは一歩試したいなと。これ全部ちょっとすごいかも。吉場さんのは少しね、やっぱね、オーバースペックなんですよね。自分の得意の切り返しが怖くてできない。体が痛くなりそうなの、まあ、あれはこうそのままバーンみたいな風に振ってやっとクラブが仕事して、クラブの重さでボーンって飛んでってくれる感じ。ただ私はもうグンってやるから、その時にプンってしなって回る時と同じタイミングで帰ってくるのは、やっぱ多分ヘッドがこの辺のまま帰っちゃうか、この辺に来てダフって終わるのがあるかなと思いました。なのでまだ私には無理ですね、吉川さん。でただ試してもらいたいなと思います。私でも全然でも触れました。ここに来ると、はい、フルラインナップ試せます。いや本当すごいのは、ちょっとここをね直してほしいって思ったことをすぐ横でやってくれるのが本当にすごいなと思いました。一言で言うとどういうタイプですか？まあ全体的に言うとやっぱり非力な女性なので、うんうん、まあそういう意味ではすごくこういっぱいいる中のタイプの中の一人なのかなっていう感じでしたね、まあ、そういう意味ではそういう方でも触れるクラブもあるし、まあ、努力をすればスイングもしっかりここまで皆さんなるのかなっていうのは、まあ、すごい感じました。なんでなんでって言われるんですけど、元クラブだからって毎回言ってたやつ、
くらいあるんですよ。練習がすごくされてるでしょうね。みんなわかると思いますよ。でも本当にこう、ね、自分に合ったものを作ってもらうことでさらにね、こっからまだ飛距離が伸びるということなんで、はい、目指しますよ、240ヤードえっていう。いや、もう出ると思いますよ。230はね、あったんで240目指して頑張りたいと思います。出るって言ってくれたんでね、出したいと思います。出ます。はい、ありがとうございました。皆さん、おまけコーナーです。なんと今回はですね、フィッティング史上初のプレゼントがあります。すごい太っ腹です。じゃじゃん、これ何ですか。これはグリーンフォークですね。あ、これグリーンフォークなんですか、はい、すごいおしゃれ。マーカーがこうパチッとつくんで、グリーンフォークと一緒に2丁と。あー、なるほど。これを1名の方にプレゼントということで、今回は10名。10名、はい、すごい。これ10個もプレゼントしていただけることになりました。このプレゼントの応募方法はですね、概要欄の方にアンケートありますので、そちらを参考にどんどん応募してください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごーい、どんどん応募してください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。